2つの B レジェンドを使ってなんと B レジェンドオレンジピューレを作ってみたいと思います。はい、ということで、まず用意するのは B レジェンド熊本バージョン熊本みかんですね。熊本県産みかん使用の熊本みかんと、そしてこちら、皆さんもおなじみの B レジェンドの激うまチョコでございます。まずくまモンの熊本みかんの上に、激うまチョコがミックスされてコーティングされることで、あのオレンジピューレ、オレンジピューレここ出てますかね、オレンジピューレがを作ってみようという動画でございます。まあ作るというかね、オレンジピューレ風味、オレンジピューレ味を作ってみようかなと思うんですが、もうやり方はもうね、皆さんお察しの通り簡単です。この2つをミックスして混ぜるだけです。早速飲んでみたいと思います。いつも通り、200cc のお水を入れて、そしてこれをね、この2つを入れるわけなんですが、スプーン2杯ずつ入れていきます。スプーン2杯ですね。下にみかん、上にチョコが入って、でいつも通りローリングシェイクからの、ローリングシェイクからのシェイクでねしたいなと思います。で、まあ本当ね、こういろんな飲み方があるんですけれども、まあこれもね一つ今までにやったことない味なので、美味しいのかな、美味しい気はするんだけどな。はい、これやっぱりあれですね、いろんなことがやってみると発見ですね。これね、ダマができてます。はい、これわかるかな、ダマができてます。でこれはわかるかな、わかんないかな、こんな感じ、ちょっとここにありますね、ダマね。で、これはくまモンだけだったらこんなダマなんないし、チョコも当然ダマなんないんですが、多分ね、このくまモンとチョコミックスさせて、多分これね、pH の関係だと思うんですよね。酸味の関係とか、まあ、それで、特にこう、酸味の強いものはダマになる傾向が多少あるんですけれども、多分これミックスさせたからなってるんだと思います。まあそんなうんちくはちょっと横置いてね、早速飲んでみたいと思います。実食。うまい、まずいで言うとうまい、でもオレンジピューレではない。はい、あのね、あ、いやそんなことないかな、あ、なるほど、あ、わかった、これやっぱり最後ですね、飲んだ時はなんか何のこっちゃわかんないから、でいつものうまいもし忘れたぐらいだったんですが、いや美味しいんですよ、美味しいんですけど、オレンジピューレではない、で、だけど、と思ったんだけど、飲み切って口の中にこの風味がふわーっと回るとオレンジピューレっぽい。このオレンジの酸味、チョコのなんか甘みしかなくて、なんかオレンジが消えてて、なんか変だなと思ったんですけど、酸味のあるやつって後から酸味が出てくるのがあるので、飲み終わった後にちょっとこうチョコっぽい感じの甘い、うっすら甘い感じが出てるんですが、その後この酸味が出てきて、酸味が出てきた時にこのみかんの酸味なので、オレンジピューレっぽく口の中で後でなります。だからなんか飲んでオレンジピューレっぽいなっていうんじゃなくて、飲み終わった後にその雰囲気を楽しむっていう感じなので、なんかその味をもうベタベタ期待されると、なんか違うじゃんって思われるかもしれないです。はい、まあ、こういうのもね、まあ、今のこの溶けのね
悪さ、これでわかるかな。時計ここにね、こうダマがなってるでしょ。こんな感じで、やっぱりね、ま、いろんなパターンがあると思うんです。冷たい水で、シェイクするとやっぱどうしてもダマになりやすかったりとか、あるいはこれ、こう酸味のきついものと他のものと混ぜた時にこうペアの関係でダマになりやすくなったり、いろんなことがあるんですが、まあ、こういうこともね、やってみるとまた分かってくるので、まあ、僕らも勉強になりますし、ぜひ皆さんもいろんな飲み方ね、試してもらって、今までにない B レジェンドを皆さんのオリジナルでね、作っていただければいいんじゃないかなと思います。ということで今回は B レジェンドオレンジピューレ作ってみた動画でした。それでは皆さん、いろいろ試してみてください。さよなら。